よし、続きやっていきます。第46話、虚無の船。フォーリアの新型輸送船を確認。大型です。これまでの輸送船に比べ全長は倍以上、大量の巨大生物を積載しているようです。撃墜しなければ破壊しない被害が出ると予想されます。直ちに現地へ向かってください。いや、さすがにこれはウィングダイバーかな。うん、対輸送船はもうウィングダイバーかな。遠距離で船攻撃しつつ、落ちてきた虫はミラージュで殲滅って感じで、いけるかな。新しいやつ、なんて名前だっけ、ディロイかリロイか知らんけど、あれ出てきたらだるいな。ただすぐ使えるかっこよくなったな、輸送船。あ、味方おる。開いとるな。開いとる開いとる開いとる。当たってないか。ただ、旧式よりなんかむき出しになるのが、お、あ、やーべ。あ、ディロイかと思ったわ。ちょっと一旦味方のとこ行く？はーい。好きなことばっか言いやがって。あ、ここにおるね。仲間にしよう。まだ一回もこうしないもんね。巨大生物を捕獲しているハッチを攻撃すれば、はい、さっきのところでいいよね、ハッチ。じゃあ俺ハッチやるから、ハッチやるから周りを、うん、余裕やん。なんなら前よりむき出しすぎて楽なんじゃない。頑張って、結構おるのにな。ちょっと減らそう。一旦減らして、味方もなんか強くないか。ハッチ開いた。これしっかり落とす。頼むぞ、周り見えてないからね。頼むぞ。よし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 、うん、2機目です。あれ終わり、終わりな。あっちも俺だ。あっちもいらっしゃる。後ろ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 、あ、これか。生きとるよ。この下行ったか。俺引っかかってやがる。はい。で、あいつか。あれで最後。え、クリア、もしかして。まだやね、さすがに。明らかに、はぁ、またワープしてきた。いや、明らかにもう、スター・ウォーズの世界だって一人やん。もう勝てんで、こんな。奴らはこの方向で宇宙を渡ってきたのかもしれない。いや、他のとこ行ってよ。宇宙は生物にとって広すぎる。何らかの特殊な移動手段がない限り、他の星にたどり着くことは難しい。これなら納得がいく。いや、文明力違すぎるって。この方法があるならば、フォーリナは物資を際限なく地球に運べる。ちょっと雲か。もし奴らが本気になったら、有効に。何年もんかね。仲良くしたからよくないか。やべ、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 マジでやばい。マジでやばい。マジでやばい。背中もまずいな。背中もまずい。背中もまずい。こっち側、めっちゃ撃ってきとる。めっちゃ撃ってきとる。し、あ、まだ3機ぐらいおる今。ちょっと減らそう。今は減らそう。背中もなんかとん8か、振り向きたくねえ。やべ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 、切れた。まずい。一旦食われとくか。一旦食われといて、ちょっとガチ逃げするか。回復もしたい。回復。サンダースタイプでなんかスッと逃げれるときと死ぬときあるんやってね。そう、一撃強いだけになんか、
やっぱ8出てくるか。8で取る。あまり飛ばずにやる。あまり飛ばずにやる。あー、くそ。数ってか味方もいったか。気配がねえな。気配がない。くそ、もうちょっと、もうちょっと一旦充電したい。あー、なんか食らっとるな。組むのって、あー、めんどくせ。味方おらんのきついな。一旦、てかもう、むき出しがすぎるな。救出機よりは、あと、やべえ、調子乗った。やばい、やばい、やばい、やばい。早く、くっそ、もう。逃げよう、すぐ逃げよう。ガチ逃げ。ガチ逃げする。これも落ちそうじゃない？まだ？オッケーオッケー。ただ、だいぶ使ったな。ちょっと、あ、この皮便利かもしれん。ちょっと充電が、あ、ありがとう、降ってきた。ちょっと待って待って。マジで追ってきすぎ。あー、マジ頼むわ。頼む頼む。逃がさせてくれ。よし、あ、やべ。もう雲来た。もう雲来たか。いや、このスカイツリー超強いことが分かりました。ちょっと雲やらんとまずいね。やばいやばいやばい。すげえおる。一旦ちょっと遠くに。やべえ。回復となんとまずいな。雲一番、雑魚の中で強いかもな。あー、糸だらけになるとマジで死ぬ。ロボットとかも死ぬパターンそれですもんね。一旦減らすか、これをしっかり落とすか、一発入れとくか。やばい気がする。やばい気がする。やばい気がする。やばい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 、マジやばい。よし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 。いや、落とせばもう、雑魚だけだ。嫌よね。状態やね。やばい、おる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 。追いつかれるか、いや追いつかれるな。一旦回復取ろうか。ジェネレーターの出力を抑えろ。ちょっとこの辺も削りつつ、おっ、あー、よし、これで全部輸送船落ちたぞ。あとは丁寧に雲を処理するだけ。いや、やっぱ自分のあの爆破ダメージすることが多すぎる。あれだけ気をつけていこう。まあ、雲も怖いけども。エネルギーをしっかり維持したまま。お？左手も死んだんか。あとどっか溜まっとんの。アリもいてる。アリは脅威じゃない。ある程度遠距離もいけるから。よし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 。右手に固まっとるな。なんかすげえ今回。なんだ、うまくはまってくれとる。スカイツリーのおかげか。いや、ここマジで難かったな。いや、雲がだるいわ。あと優先的に蜂のやつを落としたのもでかかったかな。雲はどう、うわ、まだまだおる。まだまだおる。たまたま見つからんだだけか。いや、スカイツリーのあの、てっぺんにも登ってきとったしね。恐ろしい。いや、結構俺まだ、まだまだおる。ちょっとエネルギーも意識して、車線が通ってない。当たるよね、これ。あ、でも、うまいこと、行くやつもおるね。ビームがうまいこと湾曲して。いやあ、あとは丁寧にやるだけ。マジで。味方おるな。味方おる。あ、さっき。さっき邪魔してったやつやな。ちょっと仲間あったけど。ちょっと一目でも地味に減っとるな。ちょっと回復しつつ。うん、ウィングダイバー同士ならこうやって
ついてきてくれるもんね。で、ちょっとずつ減らして、あ、マジで新たなペイルチームだったっけ。新型、あの足のやつか。デロイね。あれ案外強くないしね。300? 物量えぐいって。だから逆になんで勝てるこんな。割と数日で制圧されてもいいよね。地球、あ、あと近い近い近い。あ、勝ったかこれ。勝利の女神がついている。わあ、ここしんどかったわ。